はい。生麺。はい、淡路麺業さんの生パスタ。これはお店の特徴ってことですよね。そうですね、麺がこれともう種類に限られてる。これが楕円の方ですか。楕円の方になります。生パスタにする理由とかっていうのは、まあ、なんか教えてもらってもよろしいですか。美味しいのと提供時間が早くできるんですよ。ああ、茹で上がるの。乾麺ですと多分 6分とか時間とかかかると思うんですけど、まあ、これで2分半とかなんで。ああ、いいですね。ソースを温めてる間に茹で上がってもラーメン屋感覚ですぐパッと出して、美味しいの食べてもらおうと思ってまして、まあ、少しお時間いただく時もあるかもしれませんが、はい、できるだけ提供時間を早くしたいのがあるのと、美味しいから出させていただいてもらう。お店が11時からオープンで何時ぐらいまでやってるんですか。今は緊急事態宣言に伴い11時から15時の3時で、はい、ラストオーダーも3時でやらせていただいております。結構一人だと大変ですね。なんかトイレとかお昼とかどうするんだみたいな。もうその時は大変です噛み締めてパッと戻ってくる感じで。あ、そういうことですか。中は暑いですよ。ここら辺だったらメガネ曇るんで小林さん、もともとその料理を目指してたとかそういうことですか。料理をやりたいなって思って飲食店に入って、で、系列の居酒屋とかで勉強させてもらって、今ここに立たせてもらってます。仕事任せてもらえるってことは、だから仕事ができる人なのかなと思ってますけど。まだですか。まだ若いと言われるんで、まだまだです。若いですか。何歳なんですか。23です。あ、若い。いやいやいや。モテるんじゃないですか。全く出会いがない。出会いです。一人なんで。お店はお客さんなんかこうパスタだから女性が多いのかなと思ったんですけど、昨日男性も結構多かったかと思うんですけど。会社が近いんで梅田の中心の方なんで、あのサラリーマンの方とか結構来ていただいてる、はい、最初少ないかなと思ったんですよ。麺が少ないかなと思って、でもソースも結構多くて、で昨日はナスとかもサービスもついてたし、サラダもつくじゃないですか。結構お腹いっぱいになったなって感想だったんですけど、皆さんあのシングルとかで頼まれること多いですか。一番多いのはセミダブルが多いですね。その次のシングルじゃちょっと物足りないかなって方が 次来てもらった時に、ああ次ね、セミダブルをよく頼んでいただいております。ああ、じゃあよく来る人になればなるほど、まあ、男性かな、セミダブルの人が多いです。女性もセミダブル結構、新規の人はだいたいシングルで、2回目からセミダブルの人が多いです。はい。ああ、この炭酸水は驚いたんですけど、はい、どうやって作ってるんですか。なんか生成器があるんですか。ハイボールとか作るやつの炭酸だけで。そうか。炭酸だけだとちょっとびっくりされる方がいるんで、水もあのミートパスタ食べた後洗い流してもらうと、ね、うんうん、さっぱりしますよね。あと、まあ、その言われるようにちょっとでもなんかお酒飲んでる感じの感じがする。でね、お水のようにもらえるんだったらお得な感じしました。全然何倍でも何倍でもあれ。ミートパスタ専門店なんですけど、クラフトコーラも売りますです。なるほど。じゃあそれも大阪駅ですぐ飲めるの多分うちなんで。
パスタのソースの仕込みも結構大変なんですか？大変です。大変ですか？ナスも多いですよね。それ？ナス大体8個ぐらい。8個ぐらい。あ、大きかったりちっちゃかったりしたら前後あると思いますけど、大体8でやらせていただいてます。これいいです。美味しいですね。あのなんか懐かしい、飲んだことあるような、なんでしょうねこの味。コーラです。コーラ。生姜とかレモンの。ああそうか。ジンジャーエールも近い、ね。結構飲みやすいとは思います。飲みやすいです。飲みやすい。美味しいです。ありがとうございます。全然ビールよりこれでいいですね。出せてたらそれハイボールで割ったり、それはそっちの方がいいです。お酒で割ったら値段はどうなるんですか？値段は150円割ったんです。650円。やっぱ麺がもちもちしてて美味しいですね。ありがとうございます。